明恩寺は、香川県三豊市豊中町にある新恩州、大覚寺派の寺院。三号は七宝山。詳しくは、七宝山宝釈院明恩寺と号する。本尊は、阿弥陀如来。四国八十八箇所第七十番、札所本山寺奥の院。新四国万太羅霊城第十九番札所。四国三十六不動村霊城第三十番札所。 さぬ三33観音令状第18番札書。ご栄華、三州の宝を積み手立つ寺の末の世まで利益のこせり、聖観論立像辞典によれば、飛鳥時代、天武天皇治世の白鵬5年に創建されたと言われ、佐ぬ国際古の寺院の一つと伝えられる。平安時代初期の公認年間、佐賀天皇の直眼書となり、空海によって、現在の事後となったと伝えられている。 戦国時代に入り、天正2年、長祖壁元地下軍の侵攻によりガランは火災にあった。この時、本尊の阿弥陀如来は、自ら雨を降らせて、南を逃れたと伝わっている。天正の戦火で、寺院は荒廃した。その後、江戸時代中期の聖徳年間浅あじ阿りによって、復興された。また、関西年間に、清正江戸王将がガランを整備した。 当時委院に祀られている不動明王は霊源不動村と言われ、記念すると夢の中でお告げがあると言われることから、別名、夢見不動とも呼ばれている。境内には交通事故犠牲者の霊を祀る聖刊の立像があり、これは彫刻家の北村聖望が監修して制作されたものである。不動明王立像飛び地境内重要文化財、香川県指定有形文化財寺院の名称は、 境内に建てられている文化財説明板の記載に基づく、ありがとうございます。